高知県室戸市の現在の様子です。上空少し雲が出ていて薄曇りの天気になっています。見えている海は土佐湾、そして画面の奥の方が太平洋に向かって V 字型に突き出した室戸岬です。室戸市は秋の国体では相撲競技の会場になっています。こんにちは。こんにちは。よさこい高知国体、秋の大会は昨日から本格的に競技が始まり、今日が2日目です。さて、選手たちの競技も本格的に始まって、そうなんですよね。県内各地で同時にたくさんの26の競技が行われているんですが、はい、昨日お伝えしましたウェイトリフティングのほか、今日になると自転車、それから薙刀、体操などで、種目によっては決勝まで日程を終えるものも出てきました。はい、競技会場にもたくさんの方が詰めかけていますね。そうですね、地元の人もたくさん応援に来てますもんね。はい、そして高知市内でも競技が終わった時間帯、夕方から夜にかけて、あの各県の名前が入った、そうなんですよ、富山とか長崎とかジャージを着た選手たちの、ね、姿を見るようになりましたね。そうですね。で、昨日から柔道は宿毛市で行われているんですが、はい、その体育館には地元の人が200人ぐらい訪れてまして、はい、あの民泊も受け入れてますからね、そういう触れ合いがすごく楽しい触れ合いが続いてます。はい、今日お伝えしますのは相撲競技です。まず相撲の競技会場をパターンで説明しましょう。5日間にわたってよさこい高知国体の模様をお伝えしているんですが、昨日はこちらの鏡町で行われたウェイトリフティングをお伝えしました。そして今日は先ほど映りましたこちらの室戸市で、よっこいしょと相撲が行われています。はい、この相撲の模様をお伝えします。国体のマスコットキャラクター黒潮くんが回しを今日は締めています。ではその室戸市を紹介しましょう。高知県の東部、太平洋の荒波が洗う室戸岬です。室戸市は人口2万人余り、かつては捕鯨で知られた漁業が盛んな町です。今室戸沖は絶好のホエールウォッチングのスポットとして観光客に人気があります。オキゴンドウクジラやイワシクジラ、マッコウクジラにイルカなどの姿を見ることができます。こちらは平成元年にできた高知県の海洋深層水研究所です。海洋深層水とは水深200メートルより深いところにある海水のことです。ここでは水深320メートルからポンプで1日920トンの海水を汲み上げています。ミネラルを多く含み雑菌が少ない海洋深層水は健康に良いと言われ、また養殖に使うと魚が大きく育つとされるなど、その活用法が今注目を浴びています。海の恵みを受けた町っていう室戸市なんですけども、はい、相撲がもともと盛んな場所なんですよね。はい、元大関、大相撲の元大関朝潮高砂親方の出身地がこの室戸市なんですね。はい、その室戸市を会場に行われました相撲競技の模様をこの後ご覧いただきます。これからご覧いただきますのは少年団体です。16チームが今日の決勝トーナメントに進みました。試合の模様を準決勝からご覧ください。眼下に太平洋が広がる高知県室戸市中央公園相撲場です。相撲競技は昨日から始まりました。今日は18歳未満少年男子の団体と個人2種目の決勝トーナメントが行われます。この模様を解説、高知県相撲連盟理事長の岸田敦美さん、実況山田でお伝えしてまいります。団体は1チーム5人です。5人で戦いますので3勝した時点で勝ちが決まります。昨日予選が行われまして、各チーム3試合ずつ戦いました。その結果16チームが決勝トーナメントに進みました。連覇を狙った地元高知県なんですが、1回戦で富山県に敗れています。優勝候補筆頭は埼玉県です。また石川県、鳥取県、青森県にも力があり優勝を狙っています。先鋒戦、東寺下三段、西山崎初段、控えに東埼玉県、西愛知県。国体の相撲競技少年の部団体準決勝第1試合です。石川県に青森県、
がある両チーム。石川県の先鋒は寺下です。青森県の先鋒は山崎。倉下なんとか潜り込みたい。倉下寄る、寺下が寄る、力強い相撲を寄り倒し、石川一勝、エース寺下で一勝です。去年の国体個人で優勝を果たしています寺下。もう今の対戦ですが前三つを取ってますので、はい、もう安定してますわね、はい、自分の引き手を取った、それで俵のところを出た、もう一方の上手を取ってそのまま寄り倒した。頭つけられたんですがね、それはもう備えが万全ですから、はい、腰が崩れてないです。もう強いです。石川県は予選1位で通過しています。二人戦です。石川は荒木関、青森は中村が土俵に上がりました。石川県の二人は荒木関、青森中村、石川一勝で迎えています。周りからの声援も一段と盛り上がってきています。準決勝の第1試合、荒木関を押す、寄り倒し、石川2勝目2連勝。この残念な表情、青森中村。でも攻めが早いですね。そうです、やっぱりあの土俵丸いですから縦にまっすぐ持っていくのが一番近道なんです、はい、石川2連勝で中堅戦です。石川の中堅は妻、青森の中堅は田中です。この対戦で石川の妻が勝ちますと石川県の決勝進出が決まります。こちらが石川の妻、青森田中、なんとかここは止めたいところです。少し緊張しているのか、人を大きく深刻、緊張は最高だと思うんですよ、はい、前二人負けてる自分が止めなくてはというところもありますし、前二つ勝ってるここで決めてやろうというその攻め気合いですね、はい、さあ立ち合い、石川の妻に青森田中、頭をつけるのが石川妻、ガッツポーズ、青森の田中、青森一勝。なんとか止めました。今の対戦ですが頭をつけていったのは石川の妻です。低く低く攻めていきました。しても青森県の選手が前3つをうまく取りましたね、田中君が、はい、だからあれでもちょっと安心したんじゃないですか、はい。石川2勝、青森1勝、副将戦です。石川は向本、青森は三浦です。準決勝の第1試合、石川2勝、青森1勝で副将戦です。石川が勝ちますとこの時点で決勝進出が決まります。引き落とし、青森三浦勝ちました。2勝2敗同士、決着は大将戦です。もうここの辺り来ると全て大将戦というのが多いですね。先ほどの準々決勝でもそういった戦いが多かったですね、はい、多かったですからね、はい、もう力が均衡してますからね。さあ大将戦、石川は旗谷、青森は小野が上がります。この両者ともに全国大会でも上位に顔を出していますね。そうですね、はい、まあ2人とも実力者ですから、まあ
平常心、それだけじゃないでしょうかね、はい、いかに普段の動きができるか、力を発揮できるかというところですね。準決勝の第1試合、この対戦で勝利が決まります。石川旗谷に青森小野、気合が入る両者。逆転しましたね、青森が。2連敗のあと3連勝、力強い相撲でした。残念そうな石川の旗谷。ただいま勝負、寄り倒しにて西小野美川の勝ち。以上、3対2で西青森県の勝ち。石川県2連勝でこの勢いが続くかと思われたんですが、青森中堅からの3連勝。さあ対照戦見てみましょう。頭でガツンと当たりました。終始攻めていきましたね。そうですね、もうなりふり構わずずっと前に出ましたんで。そして左の回しを掴んでからが、はい、もう出るのが一番強いです。はい、準決勝の第1試合、石川県対青森県。青森県が2連敗の後3連勝、青森県決勝進出です。決勝進出を決めた青森県と対戦するのはどちらのチームか。埼玉県と愛知県がこれから戦います。準決勝の第2試合、埼玉県は市原、インターハイ3位に入っています。愛知県は伊藤。先鋒戦、よく見ていて出て突き押し、突き倒し。埼玉市原、力強い相撲。まず埼玉1勝です。よく見ていきましたね、立ち合いから。もうバスッと受け止めて、それからただもう前に前に出てますからね。この一発一発に、重みがありますね、はい、最後は吹っ飛んでいきました。そうです、あれだけ大きい選手を片手で吹き飛ばすんだからすごいと思うんですよ、はい、インターハイ3位に入っている市原。まず埼玉1勝です。二陣戦、埼玉沢井、愛知は森下です。この沢井は1年生。右の上手を取った埼玉沢井、左が入った、首投げ、首投げ。埼玉沢井勝ちました。埼玉2連勝。少し強引のようにも見えたんですが、まあ、ちょうどうまいこと決まりはまりましたね。どうしても昨日の予選を見ていますと、この埼玉県チームの二陣と副将の1年生、少し硬くなっているなという印象があったんですが、まあ、その1年生が勝つことによって上級生も楽に取れるんじゃないですか、はい、埼玉県チーム3年生の奥谷が土俵に上がりました。愛知は手島です。こちらが奥谷、インターハイ3位です。愛知県は手島。先ほど愛知県チームは2連敗の後3連勝でこの準決勝に駒を進めてきています。この手島で止めたいという監督さんがそうおっしゃってましたね、はい、愛知県の澤田監督の話でしたが、止められるか。埼玉2勝で中堅戦です。手島が出る、手島発動し、一気の攻め、押し出し、押し出し、ガッツポーズ。愛知1勝、
監督さんの期待に沿っていい相撲ですね、はい、そうですね、もう立ち合いから前に出ていました、はい、やっぱりもう高校生の時なんかやっぱり前に出るのが一番いい相撲です、はい、今の一番ですが立ち合いからすぐにはず押し、はい、てないそのまま出てますからね、回しも取らさないで、はい、埼玉2勝愛知1勝で副将戦です。埼玉県は高山、愛知県は井上、埼玉県は5人全員埼玉栄高校です。愛知県は5人すべて愛工大名電高校です。埼玉高山に愛知井上、左の上手を取ったすくい投げ、投げ出し合い小手投げ、判定は埼玉、埼玉県決勝進出。土俵際の投げの打ち合い、少し足を引きずっているようですが大丈夫でしょうか。愛知の井上、左の足ちょっとこけた時に高まらないですね、はい、この高山も少し足を引きずっています。今の対戦ですが一回はたきました、で左の上手を掴んで投げの打ち合い、まあ体がちょっと背が高かった分、はい、有利になったかわからないですね。対象戦、東山本初段、西水野二段。埼玉県決勝進出を決めています。対象戦、埼玉は山本、愛知は水野。この埼玉の山本、191センチ190キロ、突き押しの相撲、こちら愛知の水野です。すでに埼玉県が勝利を決めています。ついていく突き落とし、埼玉山本の勝ち、ま、勝ちです。埼玉4勝で決勝進出、愛知を圧倒しました。ただいまの勝負、片木組で東山本の勝ち、以上4対1で東埼玉での勝ち。今年度全国大会4つすべてこのメンバー埼玉栄高校で占めています。次の審判官をご紹介いたします。決勝進出を決めたのが埼玉県と埼玉県です。いよいよ決勝です。国体の相撲競技少年男子団体決勝、埼玉県そして青森県、自分たちの相撲を取り切ってこの決勝まで駒を進めてきました。見どころはどの日になりそうですか。そうですね、まあ、埼玉の3人先方中堅大将の、まあ、活躍、はい、それをいかに青森県が崩すかというところですね、はい、先方青森山崎、埼玉市原、土俵に上がりました。決勝戦です。あれ、両チームともまず一つ取りたいところですね。そうですね、はい、埼玉の市原君はものすごく落ち着いてますね。相手をよく見て突き押しの相撲、はい、もう全て自分の相撲を取り切ってますんで、今までインターハイ3位です。その突き押しをかいくぐることができるか青森山崎。先方戦です。決勝戦、埼玉市原突き押し、踏み止めた、右の上手を取っている、
山崎出る出る青森山崎出る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 逆転埼玉市原一勝青森の山崎この悔しい表情低く低く攻めていって有利に進めていったというように見えたんですがそうですね、まあ、最後逆転されましたけど逆転されるまでもすべていい相撲やったんですけどね、はい、ここで頭を入れました首を入れると自分の体の倍の人のところでも入っていけるんですよ、はい、この市原は突き押しの相撲なのでこう組み止められると少し弱いところがあるんですが最後逆転の突き押し最後の最後ですもんね対話変わらんところで、はい、東中村二段西沢一段埼玉一勝です二陣戦青森中村埼玉は沢井です埼玉は二陣と副将のこの1年生が鍵を握ります埼玉沢井青森は中村埼玉一勝で迎えました二陣戦です手つき不良です、はい、この辺は厳しく取ります主審がっぷり出るのは沢井出る出るんーとこらえた青森中村おっとこらえた中村逆転の上手投げ力が入ります埼玉沢井出る緑の回し埼玉沢井白の回し青森中村右四つがっぷりさあここから埼玉一勝で迎えている二陣戦です2連勝力強い相撲この残念な表情青森の中村埼玉2連勝です力が入りましたねそうですね、まあ、よくあそこでガップルに組み止めたから相手が仕掛けるのまでこうじっとよく待ってましたね、はい、来た瞬間に反対に投げて出ましたからね、はい埼玉2勝で迎えました中堅戦です団体は5人で戦います3勝した方が勝ちよってこの対戦で埼玉の奥谷が勝ちますと埼玉の優勝が決まりますなんとか止めたい青森の田中青森は準決勝で2連敗の後3連勝この田中から3連勝で決勝に駒を進めています連敗ストッパーになれるか青森田中埼玉の奥谷はインターハイ3位です攻めていきました埼玉奥谷ただいま勝負寄り倒しにて西奥谷初段埼玉県3連勝で一気に優勝を決めました西高山初段決勝戦は副将戦です
青森県は三浦、埼玉県は高山。倒し、青森三浦勝ちました。ちょっと足痛めてましたね。左の膝、先ほどの前ですね、はい、ちょっとテーピングしてきたのが対戦で少し痛めましたが、土俵を下ろして引きずっています。三浦初段の勝ち。大丈夫でしょうか。1年生です。大将戦、東小野二段、西山本初段。決勝戦は大将戦を迎えました。青森県からは小野、埼玉県からは山本。気合が入ります。青森県の小野、埼玉の山本はインターハイ準優勝です。大きな体を生かした相撲が持ち味です。大将戦、下に潜り込みたい青森小野。出る出る出る、倒しですね。網抜き、はい、判定は青森の小野に上がりました。綺麗に網打ち決まりましたね。土俵際の逆転、いや、うまいですね。ただいまの勝負、網打ちにて東小野二段の勝ち。しかし埼玉県が3連勝で迎えたんですが、青森県がその後2連勝の一番ですが、埼玉県の優勝、涙を浮かべている選手もいます。埼玉栄の埼玉県のチームの選手に話を聞きますと、個人戦よりは団体戦で優勝したいということを話していました。やはり個人で戦うのと団体で戦うのとやはり気持ちが違うんですね。そうですね、やっぱり団体はもうこの国体の場合は県の名誉、そういう形で戦いますんで、はい、放送席。それでは団体優勝、埼玉の中堅奥谷選手に伺います。おめでとうございます。ありがとうございます。一気に決勝は3連勝で決めましたね。そうですね、やっぱり取るとこ取んないと、はい、自分でみんな決めてたんで、はい、一本一本自分のとこ大事にしようって言って、あんまり関係なくて平常心で頑張りました。1年生2人が入っての今回の戦い、自分の役目どういうふうに考えて臨みました？そうですね、1年生はやっぱり元気出して相撲取ってもらって、自分ら3年生が頑張って一本一本取っていこうってそういう話したんで、はい、よく頑張りました、はい、この国体での優勝の喜びってのはどうですか？そうですね、これが最後なんで、はい、3年間全部出したと思います、はい、3年間やってきたことを、はい、おめでとうございました。ありがとうございました。優勝は埼玉県です。再来年に埼玉で国体が開かれるんですよね。そうです、はい、その、まあ、強化の意味もあるんじゃないでしょうかね。1年生を使ってみて、再来年にはその1年生が3年生になります、はい、埼玉県が優勝を決めました。準優勝は青森県です。3位が石川県、4位は愛知県の結果になりました。相撲競技少年男子の団体決勝トーナメントの様子、模様をお伝えしました。ご覧いただきましたように埼玉県が決勝戦では先方から中堅まで3連勝で優勝を決めました。埼玉2年ぶり2回目の優勝です。埼玉のチームは全員が同じ埼玉栄高校の生徒さんということもあって、はい、今のインタビューも後輩を気遣うような言葉があって、団体ならではの良さがすごい感じられますね。そうですね、3年生にとってはまあ最後の大会で、この最後の大会にかける思いと平常心を保つと言っていたそのバランス、精神的な要素も大きかったようですね。
以上、相撲少年団体をお伝えしました。さて続いては個人です。少年個人には昨日の団体予選で3連勝した選手48人が出場します。それでは決勝トーナメントの模様をベスト16からご覧ください。相撲競技少年男子個人の決勝トーナメントです。昨日の団体戦予選で3連勝した選手48人が進みました。解説は高知県相撲連盟理事長、昭和43年には相撲競技少年個人で優勝を果たしました岸田敦美さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。では3回戦ベスト16の顔ぶれ見てみましょう。まずこう見ますと、最初のブロックで言いますと高知の松本選手。そうですね、はい、明徳義塾です。はい、はい、四国大会で優勝も、個人8月にやったブロック大会で優勝してます、はい、出しています。そして、後のブロックを見てみますと、こちらは有力者揃いですね。そうですね、こっちの方はなんか有力者がよく揃ってるみたいですね。はい、埼玉優勝団体で優勝を果たしました、中堅の奥谷選手、そして、大将の山本選手が残っています、はい、そしてインターハイ優勝の高知の森下選手、はい、それから石川の寺下選手ですね。去年の国体で優勝しました。面白い小さい、はい、モンゴルの選手も残ってます。鳥取県のジガントゥクス選手、こういったベスト16の顔ぶれとなっています、はい、個人の決勝トーナメント3回戦です。ベスト16、これに勝ちますと準々決勝進出が決まります。茨城の尾崎、そしてこちらは大阪の総崎です。突き押しの相撲が冴えます。左側、茨城の尾崎。そうですね、団体戦でもよく活躍してましたね。はい、先方でしたね、はい、尾崎勝ちました。ベスト8進出です。やはりあそこで回しが取れたというのが勝因ですね。はい、まあ、突き切ることはできなかったんですが、はい、回しを取ったからが強かったですね。そうですね、まあ、16選手残る選手たちですから、それぞれみんな自分の力特色を持ってますので、はい、早い勝負を決めるということが、まあ、次にスタミナを温存できるということで、次にもまたベストな力を出せる、そういう相撲の積み重ねでやっぱし行く方が、はい、有利やと思うんですけどね、はい、富山中村、こちら千葉吉田、そうですね、こういう相撲を取ると次につながってくるという感じですね。富山中村ベスト8進出です。3回戦第3試合、鳥取の木村に高知の松本です。こちら左右の押っつけが冴えます。木村コーチの松本、左四つ右の上手を取りたいところです。まあ、鳥取の選手も団体で活躍した選手ですから、はい、さあ地元ですから松本、うん、明徳義塾高校2年生です。松本はたいた、出るのは木村、出るのは木村、木村出る、松本こらえる、腰が重い松本、下手投げから体を入れ替えて寄り倒し、松本の勝ち。松本ベスト8に駒を進めました。もう簡単に勝てる思って叩くと、やはりここまで来る選手というか、はい、なかなかこけないんですよ、うん、
だから自分 の、 あの立場を悪くしましたね、はい、けどまあ最後よく頑張って回しを取ってからよく逆転しました。いや土俵際腰が重いですねそうです、はい、さあそのコーチの松本と準々決勝で当たるのはどちらか。石川の向井本に山口の福永、こちら石川の向井本です。団体では3位に入りました。石川県、石川県もレベル高いですからね、はい、盛り込んだ福永、上から抱え込むような形で石川向井本です。押し出し山口、福永の勝ち。福永ベスト8で松本と当たります。ジガントクス選手、モンゴル出身です。鳥取県の鳥取城北高校、1回戦では渡し込み、2回戦では上手出し投げ、非常に足腰が強い選手です。こちら兵庫の稲田、勝てばベスト8。潜り込みたい時間テクス、前密を切りました。兵庫の稲田が出る、潜り込ませたくない兵庫の稲田、足を取った、足を取った、足を取った、足取り、ジガントクスの勝ち。鳥取ジガントクスベスト8進出。なんとか下から下から、まあ、あのセオリーで小さい選手を下に入れないために突き放していってる時、ちょうど足が目の前にあったから取りましたね、はい、ちょうどあそこの場面で、ここね、足がちょうど前に出たところを掴まれましたね、はい、最後は寄り倒し、埼玉の奥谷選手、団体で優勝しました埼玉県チームの中堅です。左の肩にテーピングのようなものが置かれていますが、そうですね、団体戦はなかったですけどね、はい、少し痛めたようです。大阪村上、埼玉奥谷、左が入った、右の上手を取った埼玉奥屋、釣った釣り出し、力強い相撲、埼玉奥屋ベスト8進出。あまり肩の痛さはないみたいですね。そうですね、右の失礼しました、長崎の松永選手でした。その長崎の松永選手を釣って釣り出しです。長野の鈴木に高知の森下、森下はインターハイで優勝を飾っています。そうですね、今年の高校横綱ですからね、はい、頑張ってもらいたいですね。また地元ですからね、やりの上手を取った、投げがある、小手投げ、小手投げ、寄り切り、高知森下勝ちました。ベスト8です。いや落ち着いていましたね。そうですね、まあ回しをどちらでも引けば安定しますので、ほぼ完璧な相撲を取っていますけど、この森下選手は左右どちらでも、そうです、回しを取れば、はい、上手に体を相手に密着して相撲を取るようになってますんで、はい、それから最初左、次右、どっち取っても取れるんです、はい、まあ、寺下選手も全国レベルでずっと入賞優勝した選手ですからね、去年の国体、この大会で個人で優勝を果たしています、そして埼玉の山本はインターハイの準優勝、そして今日団体でも大将として優勝メンバー、勢いがついてますからね、はい、
寺下としてはその右の前みつを取りたいところですね。そうですね、はい、大体右の前みつを自分の方に引きつけてそれから出ていく相撲が多いですからね。相手は埼玉山本、191センチ190キロ。立ち合いに取りましたね、綺麗に。寺下ベスト8に駒を進めました。立ち合いで決まりましたね。そうですね、立ち合いに両回し取りましたからね。さあベスト8、8人が揃いました。この中では高知県の地元高知県の選手が2人入っています。徐々に会場もヒートアップしてきました。少年個人決勝トーナメント準々決勝第1試合、茨城の尾崎にこちら富山の中村です。富山中村が出る左に上手、上手投げ、茨城尾崎豪快な相撲、準決勝に駒を進めました。いやこの茨城の尾崎なんですが、これまでは突き押しの相撲でした、はい、まあ、あの相手が大きい選手で立ち合いちょっと負けたんですけど、はい、叩いたところをうまくつけ込んで自分の差し手を差しましたね。またこの左の上手、この上手非常にいいところ取りましたね、はい、準々決勝です。なんとかちょっとでも相手より有利に立ちたいというこの両者。右四つ左上手、松本、松本の形、より倒し、松本ベスト4進出。右四つ左上手、力でねじ伏せました。そうですね、頭は決めましたからね、はい、地元高知県の松本選手、この松本選手も2年生ですね。そうです、はい、準決勝では茨城の尾崎選手、2年生同士の戦いとなります。ここでちょっともう首を決めに行くんですよね、はい、首を刺させたままやと小さい時も力出しますから、もう決まってます、はい、鳥取県のジガンチュクス、モンゴル出身です。団体で優勝した埼玉県の中堅奥谷選手、先ほどは釣り出しで相手を破っています。下から下から潜り込んでくるジガントゥクス、突き放したい埼玉の奥谷。準々決勝第3試合、認めた奥谷、右側です、右の上手を掴んでいる。さあここからがしぶといジガントゥクス、釣って釣って釣り出し、埼玉奥谷ベスト4。いや落ち着いてましたね。そうですよ、はい、もうあの頭抜いた時点でもう安心したんじゃないですか。頭入れられるとちょっとあの得意のいろんな技が出てきますから、はい、インターハイ3位の奥谷、左を入れて右の上手をつかみました。ですぐ左手で巻き替えに行って頭を上げるんですよ、はい、そしたらもう頭が入らないから軽くなるんですね、体が、はい、ここそのまま横ずりですからね、はい、左側の森下コーチ、
今年8月のインターハイで優勝を飾っています。対するは団体石川県の先鋒でもありました寺下。右四つ、お互いに上手は取っていません。そうですね、森下取りました、左の上手を取りました、はい、さあここから投げ合います。調子の寺下、左をこじ入れて出ていく、左のはず押し出る、森下踏ん張る、下って投げのチャイ、渡辺取った、判定は西の石川寺下に上がっています。あ、ここでいい森下で勝てました。どちらの投げを有利と見るか、寺下の下手投げを有利と見るか、森下の上手投げを有利と見るか。土俵際、ここで一回止まるんですよ。さ、んと、と、ん、あ、微妙でしょ。ん、ね、審判が協議の結果取り直しです。取り直しです。準々決勝第4試合、ベスト4最後の一走をかけて、高知の森下、石川の寺下、取り直しです。さあ取り直しの一番、もう一度気合を入れ直します。二人とも胸からお腹にかけて真っ赤になっています。先ほどの投げの打ち合いでこの真っ赤になりました。左の前道を取った寺下、右を取った寺下、左の上手を取っているのは森下、釣った釣った釣り出し、高知森下ベスト4、取り直しの一番の土俵際、しましたね、力が入りました、はい、頭をつけに行きましたから、先ほどはがっぷり四つのままで危なかったから、今度は頭をつけて体を低くして釣り出しましたね。いや、しかし実力者同士ですから力が入りました、はい、力入ります、はい、お互いも力出し切ったんじゃないですか。そうですね、でここまではまあ同じような展開、はい、で寺下君は先ほどあれだったから出ていくんですよね。だけどここで森下君が上手取って踏ん張って釣り出す、釣り出しですね。いや、海南寺からも非常に強いものがあります。森下ベスト4進出です。少年個人決勝トーナメント、残るのは4人です。準決勝の第1試合、茨城の尾崎と高知の松本、2年生同士です。実力者同士、第2試合は埼玉奥谷に高知の森下です。この対戦どういったところが見どころになりそうですか。そうですね、小田君が上手に内田に入って先ほど来の相撲を取るか、まあ、松本君が大きい体を生かして両上手を引いて寄り切っていくかというそのせめぎ合いじゃないでしょうかね、はい、茨城の小崎としては最初ついていきたいところです。松本は踏み止めたいところ、まあ小田選手も内田に入って、はい、食いつきたいんじゃないでしょうかね。相手大きいですから。先ほど投げもありました、はい、準決勝の第1試合、決勝に進むのはどちらか。右の前回しを取った松本、茨城尾崎、叩き込み、高知松本決勝進出。相手をよく見ていきました。悔しい表情、相手をよく見ていきました。
そうですね、まあ、立ち合いも横崎選手当たって、はい、ここでちょっと止められたんですよね、前見ちょっとけどすぐ切れて後の攻防で、はい、なんとか回し取らさないようにと思って尾崎選手頑張ったんですけど ね最後ちょっと、うん、足がちょっと前に出ていきませんでした。埼玉の奥谷、団体で優勝を果たしています。こちら高知の森下、インターハイで優勝、先ほど石川の寺下のとの戦いでも非常に力が入りました。高知の松本選手と対戦するのはどちらか。となりました。さあ今のを振り返ってみたいと思うんですが、ここの辺は差して争い。そうです。でここで森下君が槍が入りました。入って止めて、はい、ですぐに小手投げに小手ですね、はい、や少しあの左の肩を痛めているようでしたね、埼玉の、まあ、それまでは全然そんな風な感じなかったですけどね、はい、地元高知勢同士、高知の松本選手と同じく高知森下選手が対戦することになります。相撲競技少年の部個人決勝です。相撲競技少年高知勢同士個人決勝決勝戦を行います。地元高知県同士の戦いということもありまして、会場からは大きな拍手が送られています。個人決勝です。両者ともに団体戦のメンバーでした。インターハイ優勝の森下、こちらは松本2年生です。これで森下が勝ちますと2冠ということになります。そうですね、インターハイそしてこの国体3年生です。厳しい表情。左の上手を取った森下、右の前回しを取っています。右四つ左上手、ここから投げもあります。頭をつけている森下。決勝戦です。勝てば優勝。右四ついいところ取りました。すくい投げ、高知森下優勝。同じ高知の松本、すくい投げで破りました。インターハイに続いてこの国体でも優勝を決めました。県内の大会ではもう大体こういうパターンが多いんです、はい、それで右でも左でもあの森下選手は投げができますので、立ち合いすぐに左に上手を取って、自分の形を取って、はい、これでも自分のペースに相手引き込んでますので、はい、どうなってもここからはもう自分の相撲が取れるんです。はい、でここで松本選手、その右の、はい、バットで入ってくるんですけど、はい、ここですぐに出てくると反対を下手投げのほかするんです。だから右でも左でもです。放送席、それでは見事な優勝を果たしました森下選手です。おめでとうございます。ありがとうございます。高知同士の決勝になりましたが、どうでしたか。ちょっとやりにくい面もありましたけど、やっぱり勝とうと思ってやりました。最初からの上手も引いて頭をつける形になりましたけれども、はい、練習でもああいう形が多いんで、まあ、練習通りに行けって言われたんで、そういう風にしました。これであのインターハイに続いてまた勝利ということで、ああ嬉しいです、はい、今日はあのちょっとあの取り直しの場面もあって大変だったと思いますけれども、自分の相撲の内容どうでした。ちょっとやっぱり
下の辺は悪い相撲ばっかりでもういけるかなと思ってたんですけど、もう最後は良かったです。いけて。地元での優勝どうですか？嬉しいです。はい、どうもおめでとうございました。ありがとうございました。地元での優勝というお話がありましたけれども、高知県は連覇が期待された団体ではベスト16で敗退してしまっただけに、ね、今日1回戦で負けてしまいましたよね、はい、それだけに高知県代表の各選手個人戦にかける思いというのが、ね、あったんだと思いますね。高知勢同士の対戦というのは我々は見てて楽しかったですけどね、はい、会場もすごい歓声でしたね、はい、では改めて少年個人の結果です。決勝は高知工業高校3年の森下と明徳義塾高校2年の松本の地元高知勢同士の対戦となりました。森下がすくい投げで勝って高校総体に続いて2冠達成です。3位は埼玉の奥谷、4位は茨城の尾崎と入りました。あのインタビューが終わった後もやはり地元っていうこともあってね、はい、あの応援に来てくれた人と話をしたり写真を撮ったりしているのが印象的でしたね、はい、では今日行われましたその他の競技の結果を。高知市内の今の様子です。高知市内は朝晩気温が10度以下になる日が続いています。秋の深まりを南国土佐でも感じる毎日です。高知市内では競技を終えて地元に帰る選手たちの姿も見られるようになってきました。こんにちは。こんにちは。第57回国民体育大会よさこい高知国体、今日は競技が始まって4日目になります。選手たち各競技会場で熱戦を繰り広げていますが、終盤に入ってきましたね。そうですね。あの私が今日行ったのはハンドボールなんですが、はい、やっぱ準決勝で暑いんですけど、先ほどおっしゃったように気温が低いんですよね、はい、で会場の外でですね、今日は地元の方が温かいお茶を配ってまして、もう温かいって嬉しそうな選手がすごい印象的でした。そういったボランティアの方々に支えられてこの国体も行われていますね。では今日お伝えする競技をご紹介しましょう。今日は相撲の青年団体と青年個人の模様を、そしてその後続いてソフトボールの少年男子の模様をお伝えします、はい、で会場なんですが、その競技会場をご紹介しましょう。早いですね、もう4日目なんですよね、はい、鏡町のウェイトリフティング、そして室戸市の相撲、高知市の空手道とお伝えしてきましたが、この間の少年と変わって今日は青年の相撲をお伝えします、はい、ではまずその相撲競技の模様をご覧ください。相撲競技は今日が最終日です。青年男子 A の団体と個人の決勝トーナメントが行われます。室戸市中央公園相撲場です。2年前にこの国体に向けて作られました、まだ新しい相撲場です。青年男子 A は年齢制限なし、いわば無差別で行われますが、大学生については1人に限り出場が認められています。この青年男子 A の決勝トーナメントの模様を解説に日本相撲連盟常務理事大野隆弘さん、実況山田でお伝えしてまいります。団体は先鋒、中堅、大将の1チーム3人です。先に2勝すれば勝ちとなります。昨日予選が行われまして、16チームが今日の決勝トーナメントに進みました。その中でベスト4に残ったのは和歌山県、京都府、埼玉県、大分県です。実力のある選手が揃った4チームです。準決勝第1試合、和歌山県に京都府の対戦です。和歌山県は団体2連覇を狙います。和歌山県先鋒前田、京都府先鋒前川です。こちら前田、こちらが前川。準決勝の第1試合、先鋒戦です。前田はたいた、はたき込み、和歌山前田の勝ち。和歌山1勝。立ち合い前に押し込んでいってはたきました。大野さん、今の前田の相撲なんですが、はい、前に出ている分だけそのはたきが決まったような形になりましたね。そうですね、
反対に立ち合い前川選手がはたいたもんで、はい、体が上がっちゃったんですよね、はい、そこを前に出ていくときに自分の体をこう下げたもんでうまいところをこうはたかれたという形ですね、はい、和歌山1勝で中堅戦です。こちら安、こちらが木下です。お互いに右の上手を取ると力を発揮します。和歌山県は3人とも和歌山県庁、京都府は3人とも京都市水道局に勤めています。左の和歌山、去年に続いての団体2連覇を狙います。左に変わった和歌山、安、左に上手を取りました。左に上手を取った、上手を取ると強い、右をこじ入れた安。頭をつけているのが京都府の木下。左の上手を掴んでいます和歌山の安です。土俵の中央、これで和歌山県が勝ちますと和歌山県の勝ちが決まります。決勝進出が決まります。和歌山安が寄る、寄る、寄り倒し、和歌山安の勝ち、和歌山県決勝進出。終始うまく進めていきました和歌山の安。力強い相撲でした。うまく取りましたね。そうですね、まあ、じっくり、まあ、あの胸を合わせてこうカイナを返してこう一気に出ていくところですね、はい。まあ、こうなったらもう万全ですね、はい、和歌山の安が勝って和歌山県決勝進出を決めています。和歌山県の決勝進出は決まっていますが大将戦を迎えています。準決勝の第1試合、和歌山県に京都府、和歌山県の浅田、全日本実業団相撲選手権優勝、今年の実業団横綱です。突っ張りから右の四つ、左の上手を取ると力を発揮します。こちら早木、早木も左の上手を取ると力を発揮します。いやに上手を取れるか、一気の押し、押し出し、浅田の勝ち、和歌山3連勝で決勝進出です。3人ともに力を発揮しました。団体の2連覇を狙います和歌山県。以上3対0で東和歌山県の圧勝でしたね。そうです、万全ですね、はいはい、去年の団体の優勝メンバー安と浅田が残っています。さあ今の対戦です。もう立ち合いから右の付け外押し、もう腰の高さが全然違いますね、下から押っつけて、はい、東埼玉県、西大分県、先鋒戦、東矢島四段。さあ和歌山県と決勝で対戦するのは埼玉県か大分県か、準決勝第2試合です。埼玉県実業団の3人です。大分県は大学生1人を含んだ3人。埼玉県の先鋒は矢島です。今年の全日本実業団相撲選手権に左の上手を取ると非常に力強い相撲を取ります。こちらが矢島、こちらは日体大の大西です。大分県の先鋒、先鋒戦準決勝第2試合です。立ち上げた、突っ張る、突っ張る、大西突っ張る、寄り倒し、大分大西の勝ち、大分県一勝。いや、いい相撲を見せました大分の大西。立ち合いから突っ張っていきました。そうですね、はい、まあ、よくあの矢島選手の、
代わりについていきましたよね。はい、まあ、矢島とすればまわしをつかみたいところだったんですが、あまりにもこう体が大きく開きすぎて上手を取りに行きすぎたですね。はい、そこを下から持ってかれちゃいました。大分県一勝です。中堅戦を迎えました。埼玉県の対馬なんですが、左の腰を痛めています。昨日の予選でも痛めてまして、今日の決勝トーナメントでも少し痛そうな素振りを見せていましたが、力を発揮することができるか。対する大分は坂本です。大分一勝で迎えた中堅戦、これで大分県の坂本が勝ちますと大分県の決勝進出が決まります。準決勝第2試合、中堅戦、埼玉県対大分県。この腰の痛みは大丈夫か。埼玉の対馬、左側です。ここまで来ますと緊張感も高まってきますでしょうし、そうですね、はい、立ち合いが全てと言っても過言ではありません。右に変わった、寄り切り、大分県坂本の勝ち。大分県決勝進出を決めました。もう埼玉の対馬はちょっと力が発揮できなかったですね。そうですね、少しやはり痛みがありまして立ち合いも右に変わっていきました。痛かったんでしょうね、やっぱり。はい、大分県決勝進出です。さあ今の対戦ですが、やはりもう攻めの気持ちもなかなかこの痛みがあると、はい、はい、逃げちゃうんですよね、どうしてもね。あそこで、まあ、上手にでも手がかかっていればなんとかなりましたけどね。はい、大分県2勝で決勝進出を決めています。対照戦です。埼玉県は戸賀の木、大分は山崎です。こちらの戸賀の木、今年の東日本実業団相撲選手権大会無差別級で3位に入っています。右の四つ、懐が深い相撲を取ります。こちらは山崎、186cm、148kg、 かっちりとした体型です。左が入りました、大分山崎。左四つです、がっぷり。出るのは戸賀の木、寄り切りました。埼玉戸賀の木の勝ちです。埼玉一矢報いました。しかし大分県が2連勝2勝1敗で決勝進出、決勝で和歌山県と対戦することになりました。大分県決勝進出です。いや、昨日の予選から非常に3人とも好調ですね。そうですね、はい、さあいよいよ決勝戦です。相撲競技青年男子へ団体の決勝戦、和歌山県対大分県です。和歌山県は団体2連覇を狙います。大野さん、はい、この戦いの見どころはどういったところになりますか。やはりこの先方の大西選手と、はい、前田選手ですね、はい、やっぱこれ選手した方がですねだいぶ有利になりますけれど、和歌山にはまあ、安選手、浅田選手いますんでね、はい、まあ、これ大西選手取ってもらわないと大分としてはちょっときついんじゃないかなというところがありますね。はい、3人で戦います団体戦、2勝した方が勝ちとなります。
決勝戦、こちら和歌山前田、大分の大西、どちらが先勝するか。少し緊張しています。決勝戦です。お互いに自分の立ち合いをしたいこの両者。左和歌山前田、右大分大西です。鋭い表情。どういった気持ちなんでしょうね。やはり集中していきたいために自分のこうペースをですね、ペースで立ち合いしたいんでしょうね。先鋒戦です。まだ立てない。周りからも集中集中という声が飛び交います。叩いた、叩き込み、大分大西勝ちました。大分一勝。立ち合い叩き込み、この辺も狙ったんじゃないですかね。狙ってたんでしょうかね。はい、何回も何回もそれまでは、はい、まあ演技と言いますか、仕切ってはじゃないですけどね。はい、さあ立ち合い前に出てくるところを叩きました。まんまとはまっちゃいましたね。大分県一勝です。中堅戦東安四段、中堅戦を迎えています。西坂本四段、この勝負で大分県の坂本が勝ちますと大分県の優勝が決まります。さあその後は和歌山県浅田が控えています。なんとか大分はここで決めておきたいところという気持ちもあるでしょう。はい、中堅戦、和歌山安に大分坂本、気合が入ります。こちら安、和歌山県、おっとまだまだ、もう一度やり直しです。ちょっと中途半端な立ち合いになりました。主審が中に入ってもう一度仕切りのやり直しです。立ち切りは不十分だったですね。はい、集中集中という声が飛び交います。室戸市の中央公園相撲場、団体の決勝戦です。和歌山県対大分県、中堅戦、大分県1勝で迎えています。これで大分県の坂本が勝ちますと大分の優勝が決まります。なんとか止めたい和歌山、張っていった和歌山の安、左に上手を取った、左に上手を取った。さあここから投げ回ります。押すのは坂本、土俵の中央に戻ってきました。向こう側大分の坂本、一枚回しです。上手伸びちゃってますね。はい、はい、和歌山の安の左の上手は一枚回し、大分の坂本の右の下手も一枚回しです。右四つの形。さあここからですが、やはりもう一枚取って、はい、安選手は引きつけて前に出たいところですよね。はい、右側和歌山の安です。回しが伸びています。決勝戦です。中堅戦、これで大分が勝ちますと大分県の優勝が決まります。まもなく1分を経過します。経過しました。長い相撲になりました。中堅戦です。向こう側が大分県の坂本、土俵の中央、お互いに1枚回し。さあここからどちらが攻めていくか。これで大分県が勝ちますと優勝が決まります。なかなか伸びきって、はい、出るのは安、安、安、寄り倒し、大分坂本の勝ち。大
大分県2連勝で優勝を決めました。いや、大分県の坂本力強い相撲でした。まわしを掴んでからの力が非常に強いものがありました、はい、左からの押っつけが良かったんですね、はい、押っつけて一気に攻めていったと。この表情、さあ最後の場面見てみましょう。左から押っつけて上手を取って、はい、そこをまた寄られるんですが、そこを引きつけて、マーク体を入れ替えましたね。大分県2連勝で優勝を決めています。大将戦です。和歌山県は浅田、大分県からは山崎が上がりました。2連勝で大分県優勝を決めての大将戦です。こちら山崎、左四つです。こちら浅田、突っ張りからの右四つ、左の上手を取ると自分の相撲を取れます。今年の実業団横綱、左の浅田、浅田が押す、浅田押す、寄り切り。ここは浅田一矢報いました。和歌山浅田が勝ちました。しかし大分県先方中堅と2連勝で大分県団体優勝を決めています。浅田横田の勝ち。以上2対1で西大分県の勝ち。大分県が優勝を決めました。お互いに握手をしています。この表情嬉しそうですね。ですね、はい、やはり団体で優勝するというのはやっぱりプレッシャーもかかってたでしょうし、はい、嬉しいんでしょうね。そうです。青年男子へ団体の結果です。優勝は大分県です。昭和63年から青年男子 A という種別ができましたが、それからは初優勝となります。2位は団体2連覇を狙った和歌山県です。決勝で大分県に敗れました準優勝和歌山県、3位が埼玉県、4位は京都府という結果になりました。相撲の個人決勝トーナメントです。昨日の予選3回戦で全勝、つまり3連勝した選手が進みました。出場は38人でした。ベスト16が出揃っています。その顔ぶれを見てみましょう。お解説は日本相撲連盟常務理事大野貴博さんです。大野さん、はい、この中で有力な選手、まず最初のブロックを見てみますと、はい、矢島選手ですね。埼玉県の矢島選手、はい、それから、日本体育大学の大西選手とかですね。大西選手、大分県、はい、団体でも優勝しました。次のブロックを見てみますと、はい、熊本の内田選手ですね。そうですね、はい、熊本の内田選手、自体の4年生、それから和歌山の浅田選手ですね。はい、こういったところが有力選手、有力ですね、はい、勝てばベスト8です。ただいまから第3回戦を行います。東大阪府萩野四段、西静岡県。決勝トーナメント3回戦です。ベスト16です。その第1試合、大阪萩野選手、そして静岡の福里選手が上がりました、はいはい、静岡の福里選手、焼津市役所に勤めています。来年の静岡の国体でこの焼津が、ね、はい、会場となります。大阪、はい、萩野選手は地元室戸市出身なんですよ。あ、そうですか、はい、大阪府です。押していくのは大阪萩野。大阪萩野出る、出る、寄り倒し。大阪萩野勝ってベスト8進出です。
西秋田県清水三段以外に東鹿児島県里山三段3回戦の第2試合です。東左は埼玉県の矢島、右が秋田県の渋谷選手です。埼玉県の矢島選手はまわしを取ると非常に強い選手です。秋田の渋谷選手は突き押しの相撲です。まあ、なんとかこの秋田の渋谷選手としては突き切っていきたい。そうですね、はい、反対に矢島選手はもう上手をガチッと捕まえたいですね。はい、3回戦です。勝てばベスト8。はい、しっかり進む。右入った、出る。埼玉矢島選手の勝ち、寄り切りました。ベスト8進出、大阪の萩野選手とベスト8で当たることになります。ベスト8をかけて鹿児島の里山選手、そして長崎の下田選手、この2人とも日大出身です。あ、日大ですね、学生ですね、学生ですね、はい、里山選手が現在日大の3年生、で長崎の下田選手が1年生ですね、はい、やりづらいっていうところもあるでしょうね。普段から稽古してますからね、はい。鹿児島の里山選手、左ところに潜り込んでの相撲です。下田選手は去年諫早農業からこの日大に上がりました。同じ大学同士、日本大学。下田が出る、後輩の下田が出る。左が入った鹿児島里山、頭つけたですね、里山選手は、はい、向こう側が下田です。1年生、3年生の里山がこちらに背を向けています。上って出し投げ、頭をつけた。いや、いい攻めですね、はい、しかし里山も頭を下に下に潜り込ませていきます。手の内は知ってますからね。そうですね、はい、お互いこれから何をしようとしているのか、おそらく頭の中で分かっているでしょう。さあ、いいとこ使いましたよ、はい、里山選手下手を深くしました。徐々に里山選手の体勢になってきています。足を取った、はい、足取り、小股すくいでしょうか。そうです、ね、はい、鹿児島里山選手が後輩長崎の下田選手を破りました。ベスト8進出です。ただいまの勝負、小股すくいにて東里山三段の勝ち。いや、しかし先ほどの相撲といい、非常にこの、ね、はい、低く攻めていって、もう深く刺した時にも、はい、里山選手の体勢ですよね、はい、3回戦です。第4試合、岩手県の泉山選手に大分の大西選手が上がりました。この岩手の泉山選手、左側ですが、上手を取ると非常に強い、力強い相撲を見せます。右の上手を取りたいと話している泉山選手、こちら大分の大西選手、団体で優勝しました。その先方、日本体育大学です。先ほどは左の前回しを取って、右の喉は非常に厳しい攻めで勝ちました。上手を取ることができるか泉山選手、懐が深い相撲を取ります。身長が193センチ、左の泉山。そしていく。泉山、遅い、左に変わった。押していく、押し倒し。大分、大西選手の勝ちです。大分、大西勝ってベスト8進出。まあ、足をつかませませんでした。うまく取りましたね。はい、また大分の大西選手は団体で優勝メンバーですから、非常に調子がいいですね、はい、動きがいいです。大西選手ベスト8進出です。さあ、面白い対戦を迎えました。こちら秋田県の日陰選手、こちら熊本の内田選手です。
熊本の内田選手、学生、日大の4年生です。学生のタイトル13取っています。対して左の秋田の日陰選手は全国教職員相撲選手権大会、今年8月に行われました、その大会で優勝を果たしています。右に変わった日陰、左が入った、内田寄る寄る、最後の攻め寄り切り、最後は腰を据えて押し出しま、寄り切りました。はい、力強い相撲、内田が勝ってベスト8進出。ただいまの勝負、寄り切りにて西内田4段の町。その内田選手と対戦するのはどちらでしょうか。和歌山県の浅田選手、埼玉の戸賀野木選手が土俵に上がりました。団体で準優勝の和歌山県の大将浅田選手、対して3位の埼玉県の大将戸賀野木選手です。2人とも実業団では非常に実力を持っている選手ですね。はい、はい、これ学生時代は同級生じゃないですか、東洋大学の、ね、あ、そうですか。あ、同級生の対決です。これもやりづらいものがあるでしょうね。はい、左の浅田選手は今年の実業団横綱です。突っ張って突っ張って右四つ、まわしをつかみたいところです。右入った、小手投げ、小手投げ、埼玉戸賀野木選手が勝ってベスト8、熊本の内田選手とベスト8で対戦することになります。ただいまの勝負、小手投げにて西戸賀野木4段の勝ち。しかしこの戸賀野木選手、先ほども小手投げで勝っているんですが、非常にあの懐が深い相撲を取りますね。はい、この小手投げが効くんですよね、この選手の。はい、山本4段、西戸賀野木戸賀野木4段。会場からの拍手が大きくなりました。地元高知県の山本選手、そしてこちら鳥取県の倉本選手です。高知県の山本選手は大相撲幕内の土佐の海関の弟にあたります。ベスト8進出をかけて高知の山本選手、鳥取の倉本、山本突っ張る、突っ張る、突き出し、高知山本の勝ち、ベスト8進出。この拍手、やはり地元ですから ね、 盛り上がりますね。応援してますね。はい、いや、いい相撲だったんじゃないですか。立ち合いから引っ張ってきました。もう、はい、前に出る、はい、相撲でですね、はい、最後は鳥取の倉本選手が宙に浮きましたね。嫌がって畑に行ったんですか。もう及ばなかったですね。はい、ここです。はい、山本選手ベスト8進出です。ベスト8最後の椅子をかけて富山の浦山選手、熊本の中島選手です。少し富山の浦山選手の方がナンバスになっていますね。やりづらそうですね。はい、2人とも頭をつけて低く攻めていきたい両者。浦山右の上手を取りました。浦山が寄る、寄り切り、富山の浦山ベスト8進出。すぐに右の上手を取りました。ね、いいところ取りましたね。出足から良かったですね。はい、立ち合いも良かったですね。足が前に出ていました。富山浦山選手勝ってベスト8進出です。個人の決勝トーナメント残るのは8人です。この中で有力な選手といいますと埼玉の矢島選手ですね。はい、それから熊本の内田選手、はいはい、埼玉の戸賀野木選手、この戦いも非常に注目ですね。そうですね。はい、学生と社会人、はい、実力のある両者です。はい、そして地元高知の山本選手もこのベスト8に残っています。はい、準々決勝第1試合です。大阪の萩野選手と埼玉の矢島選手が土俵に上がりました。この大阪の萩野選手ですが、まあ、大阪から出場ということになっていますけれども、はい、高知県の室戸市、地元ですね、まさに地元ですね。はい、ひときわ大きな声援が送られています。はい、埼玉の矢島選手、
今年の実業団相撲選手権2位です。こちらが萩野選手、こちらが埼玉の矢島。攻めていく大阪萩野。萩野出る、左の回しを取りたい萩野、取れません。矢島が徐々にいい形になってきています。左四つ、右の上手を引いています。この矢島が非常にいい位置を取っていますが、上手伸びてますよね。はい、あ、伸びていますね、一枚回しです。萩野選手も腰が重いんですよ。はい、ちょっとした投げではいかないんですよね。さあ、ここからどういった攻めを見せるか、両者。萩野選手、攻めなきゃダメですね。はい、回しは掴んでいます、はい、がっちり掴んでいます。いいところ取ってますからね。はい、引きつける、あと矢島が出る、出た、埼玉矢島寄り切り、はい、ベスト4進出。回しを切られちゃいましたね。はい、大阪萩野選手が土俵を割ったと同時に大きなため息、会場から漏れました。しかしこの拍手、埼玉矢島選手ベスト4です。準々決勝第2試合です。鹿児島の里山選手、そして大分の大西選手が上がりました。2人とも学生です。鹿児島の里山選手は日本大学、そして大分の大西選手は日本体育大学です。大西選手は今年の東日本学生選手権のチャンピオンですね、はい、あ、じゃあ実力のある両者ですね、はいはい、同じ九州勢同士。大分の大西選手は団体の優勝メンバー先方でした。こちら鹿児島の里山選手、相手の懐に潜り込んでの相撲を取ります。先ほどは小股すくいで勝っています。さあ、準決勝、埼玉の矢島選手と当たるのはどちらか。鹿児島の里山選手、大分の大西選手。里山としてはやはり潜り込んでいきたいですね。潜り込んでいきたいですね、はいはい、大西選手は突き放して、うん、準々決勝の第2試合です。さあ、立ち合い潜り込みたい里山、やや入った、寄り倒し、鹿児島里山選手ベスト4進出。狙い通りの相撲でした。はい、100点満点でしょうね、ですね、里山選手にとっては。熊本の内田、そして埼玉の戸賀野が土俵に上がりました。この熊本の内田、学生タイトル13取っています。日大の4年生、この後は大相撲の世界に入りたいという話をしていました。対するこちら埼玉の戸賀野選手、右四つ、そして懐が深い相撲を取ります。先ほどは小手投げで相手を破っています。さあ、内田選手としてはどういった攻めを見せばいいですか。やはり差してこう一気に寄って下からをつけて寄っていきたいところですかね、はい、さあ、差すことができるか。突っ張っていって右の上手を取った、内田が寄る、内田が寄る、押し出し、内田の勝ち。内田ベスト4。回しを取らせませんでした。安易にこう差しに行くと、今突っ張ってきましたけど、はい、差しに行くと相手に小手投げがあるっていうのは分かってますからね、はい、こう上手を取ってこう突き放して、突き放して上手を取って突っ張ってきましたね、はい、上手を取って、はい、ここで突き放しますね。終始攻めていきました、はい、何もすることできませんでしたね。戸賀野選手、相手に攻めを与えられなかったですね、はい、内田選手ベスト4です。ベスト4最後の椅子をかけた戦いです。左が地元コーチの山本、右が富山の浦山。
っていく山本、突っ張る突っ張る突っ走り、大内山本ベスト4。この拍手、会場も盛り上がります、ね、相手をよく見ての突っ張り、この個人戦に入って非常に山本いい攻めが目立ちますね。位置も取ってますね、はい、で相手もそれが嫌だからはたいたりこう引いたりしてくるんですよね、それにつけいってこう一気に押し出すと、はい、いい相撲じゃないですか、はい、今の相撲です。もう一度見てみましょう。立ち合いから突き放していきました、ね、まあ、相手の富山の浦山選手もなんとか盛り込んでいきたいところだったんですが、はいはい、もう起き上がっちゃいましたね状態が、はい、準決勝に残った4人です。埼玉の矢島選手、鹿児島の里山選手、そして熊本の内田選手、地元コーチ山本選手、この4人が残りました。残るは4人、準決勝の第1試合です。埼玉の矢島選手、そして鹿児島の里山選手が土俵に上がりました。ここからはもう緊張するんでしょうね。あと2つ、もう上が見えてきていますからね、はい、もうここまで来たらもうね、どの選手が勝ってもおかしくないあれですからね、はい、その4人です。第1試合、こちら埼玉の矢島選手、今年の実業団で2位に入っています。こちら日大の3年生里山、鹿児島県です。里山が出る、押し倒し、判定は鹿児島里山選手に上がりました。終始低い攻め、鹿児島里山選手決勝進出。低い攻め、いい攻めですね。さあその立ち合いですが、立ち合いからも非常に低い攻めで引くんですが、そこでやっぱり引いちゃダメですね。でなんとか矢島選手もまわしを取ろうとしに行ったんですけれども、はい、下からの圧力、前出る力が強いもんでね、はいはい、どうしても起き上がって、鹿児島の里山選手が決勝進出です。時は大きな声援が送られました。こちら地元高知の山本選手、対するは熊本の内田選手、学生タイトル13、日大の4年生です。準決勝の第2試合、決勝で里山選手当たるのはどちらか、熊本内田、高知山本。内田出る、押し出し、熊本内田の勝ち。熊本内田決勝へ。山本選手惜しかったですね、はい、今までのような突き押しは見られなかったんですが、やはり内田選手もかましていきましたね、はいはい、まあ、この内田選手も自分では頭でかまして低く攻めていきたいという話もしています、はい、ゴツンと落としました。はい、嫌がってもう上手回し取ってますね。そうですね、はいはい、個人決勝トーナメント3位決定戦です。埼玉の矢島選手に高知の山本選手、土俵上に上がりました。こちら埼玉の矢島選手です。高知の山本選手、準決勝で負けはしましたが、この3位のタイトルは取っておきたいところです、はい、コーチの山本としてはやはり突き切っていきたいところですね。相手が嫌がる相撲を取りたいですね、はい、手を出して突っ張ってですね。さあ立ち合いです。立ち合いが勝負、山本選手、こちら埼玉の矢島選手、回しを取りたいところ。さあ突っ張れるか、押し込んでいく埼玉の矢島、矢島も押す、押し合いになった、押す、大きな歓声、山本が出る、突き倒し、埼玉矢島選手の勝ち。埼玉矢島3位、激しい戦いを物語るように鼻血が出ています。その山本選手に対して大きな拍手が送られています。いや頑張りましたね、頑張りましたね、はい、はい、
なんとか左右に動いて終始攻めましたね。はい、攻めました。さあもう一度見てみましょう。肩まで当たって矢島選手もまわしを取りたいところだったんですが、そうですね、はい、でも下半身がっちりしてますね、矢島選手の下半身、はい、下がりませんよね。そうですね、はい、左に回り込んで、うん、ここで勝負だったんですけどね、前に出ていくところをうまく右に体を開いての突き落とし、はい、さあいよいよ決勝です。鹿児島の里山選手、熊本の内田選手がこの決勝の土俵に上がります。2人とも日本大学相撲部です。室戸市の中央公園相撲場、相撲競技の個人青年男子 A 決勝トーナメント決勝戦です。青年男子 A 個人決勝トーナメント戦決勝戦を行います。低い攻めを見せています鹿児島の里山選手、日本大学3年生、対してこちら内田選手、日本大学4年生です。この内田選手、大会前この優勝を狙いたいと話していました。さあ同じ大学同士、これもやりづらいです ね, ね、はい、さあ この対戦ですが、どういったところがポイントになりそうですか。やはり里山選手が潜り込んでうまくさせるかどうかの、下にくっつくかどうかですね、はいはい、さあ熊本の内田選手は球でかまして攻めていきたい。決勝戦です。低い攻め、里山出る、頭をつけた、のど輪寄り切り、熊本内田優勝。鹿児島里山選手の低い攻めをしのぎました。ガッツポーズ熊本内田、終始落ち着いていました。慌てなかったですね、はい、お互い手の内が分かっているということも、ね、はい、あるでしょうし、これ内田選手が慌ててくれたら里山選手の形になれるんですけれどね、はいはい、日本大学4年生、学生タイトルこれまで13取っています。内田泉選手が個人優勝です、はい、では優勝しました熊本の内田選手です。おめでとうございます。ありがとうございます。同じ大学同士ということでなかなかやりにくい部分もあったと思うんですが。そうですね、練習でもよくやって、たまに負けることとかあったんでちょっと慎重になりすぎてちょっと立ち合い変えられたんですけど、何とか持ちこたえて、はい、でも当たりは激しかったんじゃないですか。いや、ちょっと自分の方が腰が引けてる状態で多分当たってると思うんで、ちょっとそれがあったんで押し込まれたと思うんで、はい、ちょっとそんな思い切りは当たってないです。でも喉輪が有効でしたね。そうですね、ちょっと入られた時にあっと思って、まあ多分練習の成果が出たんじゃないですかね、まあ、これまで学生で13のタイトルを取ってこれで14個目ということになるんですが、この国体での優勝というのはどうですか。そうですね、これは付け出しの権利とかも関わってくる試合なんで、ちょっと自分自身考えすぎてるところとかあったと思うんですけど、まあ、優勝できたんで良かったです、まあ、これからは大相撲の世界にという抱負もあると思うんですが、それに向けての抱負は何かありますか。いや、とりあえずまだ学生の試合が残ってるんでそっちの方を頑張ってから、はい、おめでとうございました。ありがとうございました。熊本の内田選手が優勝しました。この内田選手、日大の4年生なんですが、この後は大相撲の世界に入りたいという話をしています。この優勝で幕下15枚目格付け出しの資格を得たことになります。いや、非常に学生の力が目立ちましたね。はい、はい、ね、やはり年々学生がですね、去年の成田選手といいですね、はいはい、そういう形に出てきてますね、はい、相撲青年男子 A 決勝トーナメントの模様、解説日本相撲連盟常務理事大野貴博さんにお願いしました。どうもありがとうございました。ありがとうございました。